加古川グリーンシティ防災会は、兵庫県加古川市のマンション、加古川グリーンシティの住民によって組織化された自主防災組織である。マンション7棟584世帯の全住民が参加する防災組織。広報誌やコミュニティ放送等の情報提供設備を構築、住民参加型の防災活動行事など、子どもから大人まで参加した多彩な取り組み。 連絡体制の整備や防災移動設置など地域防災力の向上、防災意識の普及活動を行う。加古川グリーンシティに入居した住民は管理組合を結成、自衛消防隊を組織し消防計画を作成し、消火器等消防設備の点検を行った。また後に管理組合内に防犯委員会を設け、迷惑駐車の取締りや、 青少年健全育成のための数々の方策を実行。夜回り巡回も行い安全で安心な団地生活を目指した。防災会の誕生は1995年1月17日の阪神・淡路大震災がきっかけとなっている。この大震災で兵庫県は大打撃受け、加古川市も死者2名、半壊家屋13棟の被害を出した。 ボランティア元年と言われた被災後の救援や復旧活動におけるボランティアの高まり受けた兵庫県では災害ボランティア支援方針の元県下に自主防災組織の結成を呼びかけた。加古川グリーンシティ管理組合もこの呼びかけに応え、それまでの自衛消防隊を編入した防災会を設立したのは1998年6月のことである。加古川駅で降りて、 JR の高架線沿いに東へ徒歩10分という近距離に14階建てを中心とした7棟の高層住宅群がそびえ立つ。南側には国道2号、北側には JR 山陽本線が走る。行政機関、公共施設、各種医療施設、洋小中高など各種学校園にも近く、加古川市役所まで徒歩約10分、近隣には 多くの医療施設もあり、加古川中央市民病院へは、徒歩約20分、加古川市立氷宮南小学校、加古川市立氷宮南幼稚園へは、徒歩約15分、加古川市立氷宮中学校へは、徒歩約20分、また、駅周辺の商業エリアにも近く、大手百貨店の大和屋敷や駅前ベルデモールなど、気軽にショッピングが楽しめる。 この高層住宅群が開発されたのは1983年11月。当時は国鉄高砂線がすぐ前を走っていたが、すでに2年前に廃止は決まっており、翌1984年12月1日をもって、同線は廃止され、線路跡は鶴林新道という市の道路となった。加古川グリーン式と名付けられた。 この住宅団地最初の旨が完成したのは1985年6月、翌1986年までには、ほぼ現在の旨旨が完成し、入居が開始される。これは、加古川市内では初期に属する団地である。現在は、法人格を取得し、団地管理組合法人加古川グリーンシティと称する。加古川グリーンシティ防災会は、平成7年の阪神。 淡路大震災後にクローズアップされたマンションの災害対策に取り組む。マンションはプライバシーが守られる反面、近所付き合いが薄いのが最大の問題とされる。この問題をいかに解決し、どうすれば仲間を増やし、みんなが防災活動に取り組むことができるようになるかを考え、楽しくなければ防災の輪は広がらない。楽しく防災活動をやろうというテーマで、 住民の方々に対した際のアイデアを仕掛けたことで乗り越え仲間づくりをすることに大成功している。防災におけるソフト面及びハード面の両方を整備している。数々のアイデア事業を通して守る心、助け合う心、生かされている自分の存在等、災害時における減災を目的として取り組んでいる。防災ソフト面での事業防災ハード面での 事業斬新なアイデアにより各種新聞に多くの活動が取り上げられている。ありがとうございます。